そうそうそう、実は別に続きよろしくなんて思ってへんねん。だってあんたのこと結局誰か知らんし、ほんまの友達とはインスタグラムでは付き合ってません。インスタグラムと本当のリアル界の友達と出会ったら気まずいんや、むしろって言ったやろ、家族ともな出会っても気まずいんや、これは何やとやと、こら怒られないとことかな、出会ったらな。うちの早かったうちの大社、独特な口調で独特って言いましてな、みんなもう想像もつかない奇妙な喋り方しようしな。誰かすぐ分かるよね。な、ね、結局でもな、じゃあ続きよろしくってな、なぜかそう書いたら傷つくやつがおんねん。関係ないのにな、人のことなんか、他人と他人との関係に傷つくやつがおんねん。なんでって、分かるね、そらうちも幼少時代あるから、学校っちゅう、うん、学校幼稚園、学校ぐらいかな、時々言ってたら幼稚な気持ちになった時にな、うわっとか言って友達同士が仲良くしてると傷ついたことあるで、思春期や、そんなもん。大人になったらもっと大事なことあるよ、人間関係。どんだけ仕事を作るかって言うたら、逆に仕事がどんだけ人間関係を作るかの世界やろ、大人は。わからんかな、人間関係で仕事なんか紡がれへん、仕事してたら人間関係が寄ってくんねん。で、うちのこのネットの場合はな、政治活動やから、うちのな、うちにとってはな、それはちゃんと大阪府庁に届け出してますな。未来個人党っていうとこは政治活動を SNS でもしますよってちゃんと名分書いとって提出してますんな。だから SNS で政治活動何の違和感もなくできてるし、そこであれも突っ込まれへんねん。維新のやつらも突っ込まれへん、あいつらもやってるけど、うちみたいに盛んにはできへんやろ。うちはその会社の定款みたいな、登記役みたいな、そういう地域政党なりのそういう提出文書にしっかりきっちり書いてあんねんな。安心してやってんねん、だからな、でしょ。だからうちの仕事やないですよ SNS って。みんな仕事せえとか言ってるやろ。まあ、政党は仕事ちゃうね。な、職業ちゃうね、仕事やけど。議員も職業、ジャウねんやって、ジャイアンみたい。職業ちゃうねん、議員も。な。だ議員秘書とか、政党事務員とか、かな、まあ、議員事務所の事務員とか、あれはな、職業やねん。職業欄に書けるねん。ところが、たとえ国会議員だっても、職業やねん、議員とか書かれへんねん。職業ちゃうから、議員って。でも政治は仕事やん、あの人らね。なうちもこれ政治活動仕事やん、仕事ってこれやねん、儲かってるんですかやったら、はぁやろ、政治で儲けたらあかんやろ、知らんのか。公職選挙法知らんのかよ、政治で儲けたらあかんに決めてんけな。じゃあ中二分はって、配偶者が敗者やって言ってるの、だからこの体制作れたの。あ、なそこが平坦か、そこ潰せって、昔からそれと心配してるよお前ら、それ。同級生やからなかなか割った入った難しいね。じゃあ他の同級生で割った入ったら、それは難しいね。理由はそのうち分かるけどな、教えてあげる必要もない、同級生に聞いたらいい、うちのな、そんな人知らんしって。じゃあうちのことも知らんやんけ。な、でそこ傷つくとこか、第一 SNS で。じゃあもう開くなよ SNS。 開かんかったら傷つかへんやん、インスタみたいなの開かんでええやん。な、だってインスタなんかそのザーザーお前らが傷つくようなこといっぱいずら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 スクロールしてるんちゃうの。まあ素敵なハンドメイドとかな、お前らが傷つくようなそのクオリティなんちゃう。なだ、君らにとってクオリティって工業製品かもしれんで、例えばな。本当にそうか。さあ、日本の工業製品は、手工芸品、高級手工芸品レベルの、ハイクオリティなものかもしれん。デザインはともかくな。機能性デザインやから、その伝統産業の、ああいうデザインは持ってへんやん。な。あれちゃうで、これは扇風機で、トゥ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 ト
それはたた例えばのメッセージが開いた中に、こらお前ってどこに何逃げ隠れしとんねんって。メッセンジャー開いて、わざわざ開いて、それ書いとったのけそんねん。な、そこで傷つくとしたら、なんでこんな人間がおんねんって傷つくぐらいやろ。どういう意味か言ったら。かわいそうな人があるなっていう傷つき方じゃなくて、こいつらと同じ人類である自分が恥ずかしいって言うとわけでもないし、なんかそういったものがないまぜになった、はっきりと表現できへん、なんか不思議な。不思議な、何もモヤモヤした。メッセンジャーはずらいないと、こんなお前逃げが殺すんだよ、って。そこにしか書いてへんねん、それ。わざわざ開かなあかんし、そいつ。メッセンジャーだけやねん。そう、スクロールっていうか、その、フィードっていうのとか、その、何には出てきへん、いわゆるタイムラインには出てきへんやつやねん。そのセリフ、こんなんやったんかな、言うの。それとも結構スライド、案外さらりと言えてんのかな。君がそんなに傷ついてんねんって言われてもらえば。これまたうちにとってその傷つくようになるんか。しまった、あなた方を産んでしまったみたいな傷つき方か。それもないやろ。パクみたいなのに出会ってしまった不幸のげくんだなみたいな。助けてくれ、助けてくれ。その文脈から、なんとかして、なんとかして。笑ってるのかバレないようにじゃなくてな。振り返らないようにしながら。振り返ったパクがすごい形相で追っかけてくると思いきや。顔なしやね。プロフィール写真がパクとって。あんだけ騒いでるけど。顔あらへんね。お後がよろしいようで。